はい、皆さんこんにちは。棋士の三村智康です。アルファゴゼロとアルファゴリー20局の対局のうちの第6局目を今回は解説していきます。まずは最初に勝率変化のグラフを見ていきましょう。布石のね、出だしのあたりはかなり、いい勝負でね、進んでいきまして、40手あたりから白がポイントを重ねているようですね。そして徐々にアルファゴゼロが優勢になっていきますが、中盤にですね、こう120手ぐらいからですね、ちょっとこう中央での戦いでアルファゴリーの方が押し返しているかのようなところも見受けられます。そして最後は、差がついて込みがかりが確実になった形勢から、まあ、いつものね、AI ならではの、緩みがそんなにね、当たりに突っ込んだりするわけではないんですけども、徐々に細かくしていって最後白半目勝ちという結果で終わっています。それでは初手から見ていきましょう。本局もアルファゴリーが黒番です。こうして同じ布石をね、何局も見ていきますと、どんどんね、このコツがつかみやすくなるというか慣れてくるんですね。2局続けてね、ここへ置きを打ってきたんですけども、アルファゴゼロがこのように係にね、手を戻しました。ただね、これはディープマインド社が発表している棋譜がね、この小通りの順番で打たれたわけではないと思うんですね。選ばれた20局ということで、出来の悪かった碁とかは省いてね、出している可能性はありますので、決してこの順番通りに打たれたかどうかは実際にはわからないというところに、まあ、注意が必要です。そして本局ではね、アルファゴリーがこの位置に、まあ、広く挟みました。これは第3局目でね、現れた手です。そして同じような打ち方で進んでいきます。ここで、まあ、部分的にはここの切られた形は無理ですけども、こちらのカケットの絡みでこの白は仕掛けているというところで、まあ、このような打ち方は高級な仕掛けなんですけども、まあ、とりあえずまあ皆さんね、この分かっていてもこうちょっと切りたいなと思う方はどんどん試していってね、それで相手にうまくやられて、なるほどという経験が重要ですのでね、まあ、気にしないでどんどんこういう局面がもし ありましたら切っていってほしいと思います。そしてリーはかわします。この辺りも同じ進行ですね。賭けを防いで構えます。ゼロの、まあ、手厚くね、中央を制したわけです。そしてそこから三々に潜っていくのがポイントですね。このように打って、この一見外しもね、昔からある形ですけども、ここで下付けからの跳ね出しを打って傷をつけてから跳ね継ぎます。そしてここで第3局目ではこのように打って隅を生きて、その後この切りを、まあ、味をね、こう黒は一手かけて、このような進行になったわけですけども、本局はここでリーが手を変えます。右上を一旦手を抜いて大場へ回ります。これはもちろん切られたらこの部分的にはね、破れているどちらかが取られる形なんですが、 AI の子ではね、手抜きというのは非常に多いですね。でこのように打って、右上は確かにこれで白が破ってね、取れてしまうわけですけども、他の場所に連打することでこの大きさ、この判断もね、非常に難しいところで、まあ、常に悩むところですね。でリーはこれで右上を続けて打つのもあり、手を抜くのもありという判断をしているようですね。ただし左下の連打がね、どれぐらいの価値があるかというのはこの後の打ち方にかかっています。ゼロの羽からのこの得意のね、桂馬の受け方がまたね、ここでもね、ゼロリー定石できました。そしてこのようにポン抜きをね、このポン抜きが非常に厚いので、これによって下辺の黒字がね、もう白から入りにくくなりますよね。 この後に例えばこのようなところに入っても、このポン抜きの形がね、非常に厚いので手にならない、このなかなか入りにくくなったわけです。この序盤にね、ポン抜きを与えることが非常に損で、もう全く考えられない打ち方だと僕ら思ってきたわけです。この形はですね、単に抜くとこう次になって、この形よりも黒は一つ切りを打っておいて捨て石を大きくしておいた方がいいという判断なんですが、この後に例えばですね、このようなところから黒からは先手ですね、手を抜くことはできませんね。こういう風になって、こういう風に取られてしまいますので、そして、まあ、ここへ利かした時にこう受けますと、一つまた捨て石を増やしてからここつける手がね、寄せの手筋なんですね。そしてこれはもう抵抗できません。このようにこういうふうに絞りまで決めることができますので、隅の地を小さく荒らすことができて、しかも
これとこれも黒の得な交換になっています。気持ちのいいところなんですね。ですのでよくこの形でこう打った時には白がこう受けて隅のね、あの両方から利かされるのを嫌った白はこのように受けることがよくあります。でこの形をねよく見ると何かが、見えてくるわけです。これはですね、星に三々に入った定石ですね。でここで二段に抑える形もこれは互角の定石だと言われていますが、この形に非常によく似ているわけなんです。この出来上がりがですね。それでこの形ができた時に白はまあ手を抜くわけですけども、まあ、こう打ってこう打ってこの受けもね必要な受けですので、それプラスこことここというのは黒が得な交換になっています。これでこう左上と左下が全く同じ形になっていますね。互角の定石からこことここが黒の得な交換になっています。その代わりにここに開いているというのはこのポン抜きの壁から見ますと狭いですね。 この辺まで行きたいところですからね。 ですのでこの位置は、このポン抜きに対して凝り形だなと今この状況で見れば気がつくわけです。左下と左上が全く同じ状況になっているので、なるほど、それでこのポン抜きを最初に与えることは別に悪くないのだな、むしろこのポン抜きとこの位置が近いから割とこれは凝り形にという見方もあるんだということを私はすごく感じたんですね。そしてこのように左上に展開します。ここで打ち込みを選びました。まあこういうふうにね桂馬に受けることもありますが、またね他に手を抜いたりすることもありましたが、本局ではこうねハサミを選びましたね。非常に珍しい、ゼロがハサミを選んだというのは珍しいですけど、この理由はちょっと私にはまだ分かっていません。特にこの状況ではこのように受けますと、こういうふうに打ってこうちょうどねあのこの形こういうふうな素直な逃げ方をしますと、このもともとあった黒石がこう働いて部分的には白が苦しい不利な形になりますので、なぜわざわざ挟んだのかなっていうのはちょっと難しい、解釈の難しいところです。しかも一間飛びに対してこの二間受けという手が新しい手です。すごくね難しい手です。今までなぜ打たなかったのか、今までは桂馬に受けるか一間飛びに受けるかどちらかだと考えてきたんですが、二間に打っても実はこの間は切れないということなんですね。何かこういうふうに、まあ、手としてはねこういう筋がありますけども、これは白が攻め合い有利に戦える、黒はうまくいかないわけですね。ということで、いろんな対応があるんですよ。例えばこう三々に入るとかですね、三々に入りますとこういうふうになって、こういう感じですかね、このようになって、今の状況では左辺を戦いがねかなり、力関係逆転してしまいますので、ちょっとこれも別に白は困らないということで、二間に飛んで特に問題がないということが、その後、2年ほど経ちまして、もうこれ定石化しているところで、この二間飛びも私はちょっと最初に見た時に驚いた、非常に驚かされた手の一つです。そして黒は最初の予定通りかけました。これによって一応左辺に関してはあまり白がね動く手がないように見えますが、これは気にせず右上に手を戻します。これ左、この二間飛びの利点が何かというのは、一つただ進んでるということもありますし、もし左辺を軽く見てこのような感じで隅を守って、そしてこのような感じで黒が守ってというふうになった時には、やはり一つねあの働きよく開いてる、この、まあ、効率がいいのかなっていう感じはちょっとあるところです。実戦は右上に打ちました。この3目はねもうあのね軽く見たところなんで捨てるかなと思いきや、これ逃げるんですね。このあたりもちょっと難しいところです。私でしたら何かこうこちら方面にね、あの手抜きをとがめるような仕掛けをしてみたいところですが、リーはね、これ大きいと見ているんですね。そしてこのようにね、押して壁がどんどんできていきます。次にこの当たりも非常に大きい、気持ちのいい当たりですけど、ここで手を抜いて左上に仕掛けます。このツケはね、ちょっと飛躍した手のようですけども、プロの棋士でしたら、大体みんな経験のある手というか、あの最初に浮かぶ手の一つですね。三々よりももう一歩厳しい手です。この二間の薄みを咎めたいということですね。それに対しては三々から押さえて、切り違えに対して、こういうところの対応も非常に、まあ、よどみがないというかね、あの、もう用意してたかのように簡単にね、切り抜けます。
曲がってこの2目捨てるのがいい手ですね。これも手筋の問題集に出てくるようなよくある手なんですけど、実戦ではねなかなか少ないんですけども、このように2目を捨ててこちらの3目を取ることに成功しました。これはね、まあ黒も別に失敗したというわけではなくて、あの左辺この辺に行ってかけようかなと思っていたようなところをこの2目を取ることによって、もうこれで左辺は全部、白の動きを封じてるというプラスがありますので、まあ、3個取られてね、上辺はすごく大きな地になりそうになってるんですけども、ここからまずは、黒は1回伸びます。やはりねここ白から当たり打たれちゃうの、先手で打たれるのは大きいんですよね。もちろんこのように受ければ利かしと考えています。そこで右下にさばきを求めます。ここもね、まあ膨らみのような手も私なら考えるところです。もしこういう風になるんでしたら、このコウの味ができますので、ここで少し右下に余裕ができたと考えてこちらに手を戻すのもまああるかなというところですが、辛くね隅に一気に行くんですね。でここで形勢をね見ますと、左辺は黒地、右辺は黒地、下辺もかなり大きな黒地なんですが、今確定してないのは上辺の白の構えですね。これがこのまま地ですとかなり大きいので、黒としてはどの辺まで入れるかというところですね。あのこのぐらいですね、普通に考えるとこのぐらいで考えるかな、これぐらいで、まあ、地になるのはしょうがないかと思うところですけど、これでもこれですと結構白地大きいですよね。ここからリーがね非常にうまいさばきを見せます。まずその出始めがこのツケです。もちろんこれはね先手ですよね。このように利かして、これもあのこういうふうに上から打つことも可能ですが、これはやはりもう一回伸びが来たらやはり受けなければいけませんので、で何かこう動いた時にですね、これはかえって黒を楽にさせる面がありますので、まあ黙って受けました。そしてここでね、またここに迫るんですね。こういうところのこの石を生かす味を見ていたので、この3目は大きかったんですね。ここにはなかなか踏み込めないなっていう感じがします。そして受けさせておいてのふわっとね、このすごく名人芸っていう感じがします。こういうところを見るとやはりリーは強い、なんていうかこう鮮やかだなと思いますね。2つ利かしてこういうふうに何かこうとかこうとか単純に一気に行くわけではないんですね。これはこれでちょっと大変窮屈な形ですので、2つ利かしておいてこの中間地点に打つんですね。上から来ればしのぎに行くよ、下から受ければこう一本ねラインをこう低くさせたことに満足するわけですね。非常にうまい。そしてこの受けは本当に必要だったのかっていうのはちょっと私は気になるところです。パッと見ですとね、このように打ってこの助け出せるんですけども、別にこういうふうに打てば攻め合いはこれは白が有利なんですね。勝ってるんです。ですのでこれで飲み込まれてしまうのではないかというふうに考える、この後のことが難しいんですけども、こういうところがね AI がすごい強いところで、動き出していけるようですね。それでこれを当然まあ上を抑える手から考えますけど、そうしますと切りまして伸び、この当たりを打って押しを打って、そしてこの曲がりという感じで、これはね実は取りに来たら捨て石でどうぞということなんですね。こんな感じに結局受けさせられたらやはりこう先手で限定されたことになりますし、あとはこの辺来た時にこの右辺がねこう弱い石として浮き上がっていきますので、これは黒が成功でしょうね。これに対してまあこういうふうにこう欲張って受けますと、またここでこうちょんと助け出されたりしますと、こうここのところの打って返しの筋も出てきますし、これをまたこう受けますとまたこれが効いて生きてしまいますので、こんな感じになりますので、そうすると後で、まあ、こちらも先手で打てたり、こちらを寄せとして打てたりですね、締め付けの寄せとして打てたりですね、いろいろあちらへ来ればこちら、こちらへ来ればあちらというようにいくつもの選択肢を用意しているわけなんですね。で、これに対してまあ一つ緩める手もあるんです。これがまた難しいところですが、やはりこのように切りを入れてこういうふうにね、あの素直に取りに来ればやはりこの当たりで形を崩してからこちらへ伸びます。こちらに来ればこちらへ来て、まあ、もし取られてもですね、このような感じで締め付けが効けば、これはこの捨て石として十分にもういい働きをしてます。白地をこう減らしてますよね。そしてこの辺ように飛べばこれも鮮やかなさばき完成という感じですね。
これをこちらへ受ければ、そうですね、これはまあこういうふうに打っても、これがこういうふうになったとしても、まあまあかもしれませんし、もしかすると、こう、助け出してから、このような感じで活用ができるのかもしれません。またこれは、ここの具合からの、ここの危機からの、こちらの、締め付けからの、またさらに右辺の白への攻撃というような感じで、まあ、いろんな具合があって、もうこういかようにもさばいていくということなんですね。切りに対して伸びれば、ここに行って、こちらに来れば、今度はこれは本格的に生きに行きます。押さえれば、こういうふうに押さえて、これは白は取られてしまいます。というように、あらゆるさばきを用意しているところが、恐ろしいところです。何気ないこういう一本の利かしのようですけども、やっつけに行くとこういう返し技が待っているわけなんですね。でゼロはそれを見切っているのか、黙って、ね、おとなしく受けました。そしてこのふんわりとね、非常にムードのある一手に対して、これがまたね、そこなのかっていう感じの手ですね。上から来ますか下から来ますかと来た時に、それを、保留したまま相手に受け方を聞きます。まあ、これはね、受けますよね。そこでもう一発、もう一回どうですか、この受け方によって私は判断したいと思います、というような、人間でしたらそのような、気持ちだと思うんですけども、これは AI ですからね、具体的にこの手が、効果があるという考えで打ってるわけですね。そこでこれはもちろん次にツケを狙っていますが、黒は手を抜きます。まずこの覗き、これはどういう意味かと言いますと、白からここにこう押さえる手がいい形になる場所なんですね。これで全体的に厚くなります。これをつなげば、今度はここへ助けますと、今度はこういう風にできませんね。先ほどとはだいぶ形が違う、このようになったら大変です。ですので、この覗きには白はこう切り取りということになるわけです。これで、右辺の白への攻めを始めます。ただここでこういう感じでね、逃げていくのではなくてですね、これは下辺の黒字が少し盛り上がる感じがありますけども、手を抜いて左辺に行きます。これはこういうふうに打てば入れるんですけどね、これはおそらくまた手を抜いてこちらに打つのではないかと思うんですけど、これはまあ手を抜けないように先手で利かして、それからここへ入っていくんです。この辺りから、ゼロがね、力を出します。これどういうことなのかね、ちょっとここまで黒が強そうに見える場所でここに行くというのは鋭い返しですね。こう打ちますよね。何も考えていなければここに目が行きます。それに対してはどうもね、こういうことらしいですね。これは寄せの手みたいですけども、AI というのはこのハサミつけ、この2線のハサミつけからこう辛く地を取っていく手を比較的早い段階で打つ傾向があります。こう頑張ることはねできそうですけども、これに対してこうぶつかりを打って、跳ね出しを打って、こういう風に出ていきますと、この2目をね取られないためには、ここ当たりとか打つんですけども、以下このような感じで、これは右下の黒が大きく取られてしまって失敗になります。ということで、まあこれに対しては、まあ渡らせればいいじゃないかというふうに、まあ私なんかは割とこういうふうに考えてしまうところですけども、この稼ぎ、この字の得が非常に大きいと、いうことみたいですね。これはまた後にこういう手も辛辣な稼ぎとして残っています。こういう低いところの字の、こういう挟みつけというのがどうも非常に大きいと AI は考えているようですね。それ以外の手ではこういうふうにこすみ出すのも素直な手です。これもおそらくこことの絡みかもしれませんが、もし下がってくれば、まあ、ここがね先手になりそうなところですね。なぜかというと、まあ、こちらに打ってこう3目をこうもし取らせるようになった時には、もともとここはこの白に対する覗きですよね。ここにつないでくださいという手ですので、覗きに次がない状態でこの3目を取られてしまうと、この一手空振りになってしまいますので非常に大きいです。そしてこれを受けますと、こういう風な、これはちょっと形になっていますよね。こういう風になると白の形が整っているのを感じます。黒がちょっとあまりいい形ではないですよね。まあ、この後こういう感じで、このような感じで戦っていくのだと思います。
で、ここで覗きで一発この右側の白を重くしに行ったんですが、ここで手を抜いてそこを譲ります。でこれで白はきれいにつながることができました。桂馬に出て、これもこう守れば硬いですね。この方がしっかりしてるんですけども、少し頑張った手を打ちました。そこでまたこのハサミツケが飛んできます。これも下がりたいのですが、これはこのような感じで黒非常に危険ですね。危ないです。ですので譲りました。ここでまた白がポイントを上げたようですね。これ下から渡ったのはちょっと面白いところです。これ上から取れるところなんですけども、これはここは少しあるんですね。こう打って、2目を捨てて、このように、切り離す手がちょっとありますので、まあ、それを防ぐ意味で下から打っています。そして左辺に手を戻して、上辺は白はね低く囲いましたね。右側がすごく厚みが増えましたので、この黒を攻めるという感じはなくなっています。ここで黒もこう助けに行きますと、こういう風になって、これはちょっと黒もねかなりいじめられる感じがありますので、取ってくださいという打ち方をしました。白が素直に取りますと、まあ、このような感じで、このような感じでこの中央をきれいにこう封鎖することができます。そうすると白としてはここにつながる手とここにつながる手と2手打つことはできませんから、中央はね黒地がちょっと増えてくる感じがあるんですね。そこでツケはもうちょっと目いっぱい上辺を囲いに行ったような手です。こういうふうにいけばこのようになって大きく陣にできますし、中央もちょっと具合が違ってきます。そこで黒もこう入り込んでいって、中央に伸びきって厚みを作ってということで、ここからのね中盤のこう攻防がお互い見事で面白いところです。跳ねて目を取りますね。ここで切り込みがねうまい手で、これ一目取りますとこういう風にこう効かすことができますので、これはちょっと白効かされ嫌な感じです。そこでこちら側へ辛くね渡っていきます。こう丸ごと持ち込みにしようとするわけですね。ただし黒も伸びを利かして中央を止めました。これで白の2子を、ね、切り離して逆に攻めようという勢いですね。そして一間飛び桂馬、この桂馬です、注目ですね。この AI の好きな桂馬です。大体の方はこう一間飛び一間飛び桂馬、ここの桂馬だったら打つと思うんですけど、ここの桂馬っていうのはちょっと過去に例の少なかった場所だと思います。この元の位置から桂馬っていうのはこう一間飛びよりもさらに一路遠くまで進んでるという雰囲気がある。つまり効率の良さを求めた一手なんだと思うんですね。その代わり桂馬っていうのは一間飛びよりも切れやすい形ですので、そのあたり力が必要になります。跳ね出し、これは押さえとかにはこういうふうにここを狙っています。跳ね出しを待って一間飛びというのはまた柔軟なかわしです。付け越して追求します。ここで攻撃ですね。ラッシュかけます。切って来いという感じのぶつかりですが、ここでおとなしく引きます。これ切りたいんですが、切りってしまいますとここがこういうふうに出てきて、ここ切ることができないんですね。これ主張になってしまいますので、でこのようになってこちらの黒3目が取られる形になります。単に引いたのは、今こういうふうに来ますと今度は切ることができるんですね。これはここに白石が来てませんのでシチョウになりません。そこで白はこちらから当たりをします。でこの切りを待って黒もここに切り返して勝負をかけます。ポン抜きの切り、白もそこの当たりからの割り込みを用意していました。これはこういうふうにつながりに行っても、これがつなぎが効いてこちらへ打つぐらいですから、ここへ打てばこの種石の2つが取れる形になっています。それに対してこう抜いて、白もしっかりこの3目を取って地を増やしながら連絡しました。その代わり黒はね中央を2つ切断してかなりね地模様を作っています。
月あたりから出ました。これは三目の鳥を見せた手ですね。このように受けてくれればここへ手を戻すという感じではないかと思います。そこで中央に裁きを求めます。羽です。羽に二段羽、これもね、いかにもこう鮮やかな裁きという感じがします。黒もね、それは許せません。これをこちらへこういうふうに取るようでしたら、これは先手で白がその中央を制限することに成功しています。黒も根元から切って大きく攻めようとします。まあ、用意していたコウ立てを打ちます。これは次に手を抜きますと、このように隅が取られてしまうので大きいです。受けて、これはこう受けますと隅にまた締め付けのコウ立てがいっぱいありますので、このように受けます。で抜いて逃げてつなぎになりました。これでね、中央がこうしのげるのかどうかというところが気になるところです。これはあんまり正直に逃げようとすると危ないですね。何かこう正直にね、このような感じで逃げようとしても、ここに切断の具合がありますので、これはちょっと後ろが無理になります。切りだけを打って手を戻しました。ソイは割り込みからの切断を見ています。これで中央はどうやら捨て石で白はいけると見ているようですね。このように打って、この押しがまた面白い手ですね。こういうふうに出てきたら、どうするつもりでしょうか。ここはいつでもここに打てばつながるということで、これでまあ別に問題はないということなんですね。でつなぎの引きとなり、どうもこれで白が、込みがかりの優勢を、まあ、キープできているようですね。でここで、下辺に手を戻して、中央はちょっとね減らして、これは助け出すことはできませんので、ちょっとこの無意味な手がねあるのが AI らしいと、このあたりも本当にあの意味のない手順ですけども、損はしてないんですけども、当て込みから頑張りますが、これも、まあ、白はつながっています。でこの抜きも非常に大きなところですね。込みがかりの優勢がね間違いないところですけども、このあと、まあこのようになりまして、まあ、このようなことで一段落をしまして、まあ、5目以内の優勢ではないかというところですけども、まあ、ここから徐々にね、まあ、ゼロの方が、じわじわと損を、ね、して半目勝負に寄せていくわけですね。最後はこのようになってダメ詰めまで打って、最後に黒がダメを詰めて白の半目勝ちとなりました。本局の、ね、まとめですけども、まずはこの左下のゼロリー定石の、ね、仕組みについて、どうしてこの形で白がいいのかということが少し私は分かった気がするんですね。この、三々に入る二段バレの定石にちょっと似ているんだというお話が一つ、それとですね、左上の、ね、白の星からの二間受け、これはまだちょっと私も分かってないところはありますが、このような形で従来なら薄いと言われた手をうまく活用している点ですね。それから、リーがです、ね、上辺で芸術的な裁きを見せてくれたということと、あとは中盤での、ね、力強い戦い、攻めとしのぎの攻防が見応えがあって、すごくあのリーも、ね、力を見せてくれた一局なのではないかと思います。ですが結局はこの見通す力がね、ゼロの方が優れているという感じがしますね。あの地合でもね、あの読みでもですね、そのかなりいいテクニックを持っていても、結局は最後までを見通せるかどうかというところが碁の強さ、読みと地合いの、ね、見通し、見極めの力の差が、最後は出たのではないかと思っています。ありがとうございました。